こんにちは。今回は初音ミク NT を買ったら初めに見る動画です。この動画では初音ミク NT と付属してくる作曲ソフト Cubase LE の導入手順を解説します。この動画に沿って導入を進めれば音楽制作の準備はバッチリです。それでは早速始めていきましょう。まずは初音ミク NT のインストールからです。初音ミク NT はソニックワイヤのウェブサイトからダウンロードインストールが行えます。パッケージ版を購入した方は製品に同梱されているライセンスカードに記載された案内に沿って製品をソニックワイヤアカウントへ登録しておきましょう。ソニックワイヤのマイページの購入製品一覧に初音ミク NT が表示されていれば登録は無事完了しています。ソニックワイヤのマイページの購入製品一覧から導入手順ページに進み、記載されている案内に沿って初音ミク NT をダウンロードします。まずはお使いの環境に合ったインストーラーをダウンロードして、ダウンロードした ZIP ファイルを解凍します。次に解凍したフォルダの中に入っているクリプトンプロダクトインストーラーという名前のファイルをダブルクリックして起動しましょう。起動するとこのような画面になりますので、インストールというボタンをクリックしてください。使用許諾契約の内容を確認して承諾を押すと、スタートメニューやデスクトップにアプリケーションを追加するかどうかが設定できます。お好みの設定に変えて決定を押すと歌声ライブラリのインストールが始まります。完了したら終了ボタンを押してインストール作業は完了です。次に製品を使えるようにするための認証作業アクティベーションを行います。デスクトップに作成されたピアプロスタジオ NT2をダブルクリックしてソフトを起動してください。起動するとアクティベーションを求められる画面になりますので、アクティベート実行ボタンをクリックしてください。するとソニックワイヤアカウントへのサインインを求められます。製品をご購入いただいた際のメールアドレスとパスワードを入力してサインインボタンをクリックします。アクティベーションが完了しましたと表示されたら初音ミクを使う準備は万端です。続いて作曲ソフト Cubase LE の準備に進みます。こちらは少し手順が多いですが、一つずつやっていきましょう。すでに実施済みの手順は飛ばしてしまって OK です。まず導入手順ページから Cubase LE インストールガイドを確認します。 Cubase を開発しているスタインバーグ社のウェブサイトでマイスタインバーグアカウントを作成するため、インストールガイドで案内されているサイトにアクセスします。画面の指示に従ってメールアドレスやパスワードなどを入力し登録を進めてください。このような画面になったらアカウント作成は完了です。アカウントが作成できたらスタインバーグダウンロードアシスタントをインストールします。インストールガイドのこの部分で案内されているサイトにアクセスし、お使いの環境に合ったスタインバーグダウンロードアシスタントのインストーラーをダウンロード。ダウンロードしたインストーラーを起動してスタインバーグダウンロードアシスタントをパソコンにインストールします。インストールが終わったらスタインバーグダウンロードアシスタントを起動しログインボタンをクリックします。先ほどスタインバーグアカウントを作成した後にログアウトしていなければこのような画面になりますので、スタインバーグダウンロードアシスタント .exe を開くをクリックします。ログアウトしていた場合は再度メールアドレスとパスワードを入力してくださいね。ログインに成功すると左上にコードを引き換えるというボタンがありますので、これをクリックします。入力欄が出てきたら製品を購入した際に送られてくるメールか、ソニックワイヤのマイページの購入製品一覧から見れる導入手順ページに記載されているダウンロードアクセスコードを貼り付けて OK をクリックしてください。コードが認証されるとお持ちの製品としてCubase LE が追加されます。あとは追加された Cubase を選択し画面右側のすべてをインストールボタンをクリックすれば Cubase LE 本体と付属の楽器やエフェクトがまとめてインストールされます。インストールが完了したらこちらも認証作業が必要です。スタインバーグダウンロードアシスタントと一緒にインストールされているスタインバーグアクティベーションマネージャーというソフトを起動し、先ほどと同様にログインします。Cubase LE の欄にあるアクティベートボタンをクリックし、表示がアクティブに変われば全ての準備が完了です。
詳細な手順はソニックワイヤの導入手順ページにも記載がありますので、もしもダウンロードにつまずいたらこちらもご確認ください。それではいよいよ Cubase LE を起動してみましょう。デスクトップのアイコンをダブルクリックしてください。 Cubase の初回起動時にはオーディオドライバーの設定が表示されます。もしオーディオインターフェースをお持ちの場合はその機材の名前を選びます。パソコンに直接ヘッドホンやイヤホンをつないでいる場合はスタインバーグビルトインアシオドライバーという項目を選んでください。選び終わったら OK ボタンをクリックして設定完了です。これで Cubase から正しく音を出せるようになりました。それでは曲作りのための真っ白なページ新規プロジェクトを作成してみましょう。先ほどの画面で空白のプロジェクトを作成ボタンを押してください。保存場所を聞かれますので、分かりやすい場所を選んでフォルダを作成しましょう。こちらがこれから曲を作っていくメインの画面です。 Cubase のような音楽制作ソフトでは画面の横軸が時間軸となっており、ここにトラックと呼ばれるレーンを追加して音を重ねていきます。まずは初音ミクに歌ってもらうためのトラックを追加します。画面の左側、この広いスペースの何もないところをマウスの右ボタンでクリックします。メニューが表示されたらインストゥルメントトラックを追加を選んでください。ここでどの楽器を呼び出すかを選びます。インストゥルメントと書かれた部分の右側をクリックしてください。この中からピアプロスタジオ NT2 を探してクリックします。もし見つからない場合は検索窓にピアプロと入力するとすぐに見つかりますよ。ピアプロスタジオを選んだら右下のトラックを追加ボタンをクリックします。これで初音ミクのトラックが追加され専用の編集画面が開きました。初音ミクのトラックの何もないところをダブルクリックするとピアノロールと呼ばれる画面が出てきます。左側の鍵盤をクリックすると初音ミクの歌声が流れます。もしも音が出なかったら Cubase のオーディオ設定を確認してみてください。オーディオ設定はスタジオ設定のオーディオシステムから変更できますので上から順に試してみましょう。いかがでしたか？初音ミク NT と Cubase LE はインストールできましたか？これで曲を作るために必要なソフトは整いました。このチャンネルでは DTM を始めたばかりの皆様に向けた初心者必見動画をはじめ DTM に関するお役立ち情報をどんどん発信していきます。ぜひチャンネル登録、通知オンをお願いします。またこんなことが知りたいといったリクエストもコメントでぜひお聞かせください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。良い DTM ライフを。